い、どうもこんにちは、ハギョレです。今日という日はですね、皆さんがアップピッキングをマスターする記念日です。おめでとう。で、アップピッキングっていうのはあれですよね、ピックを下から上に1弦側から6弦側に向かってストロークするっていう、このピッキングのことですよね。ダウンピッキングに対してアップピッキングですよね。で、このアップピッキングに苦戦してるあなた、多分ピックが弦に引っかかっちゃってくる、ガシッってなって、こうなかなかこっちに触れないっていうことになってますよね、きっと。で、原理的には何が悪いかっつうと、ピックの角度ですよね。角度をもっとこっちに寝かすことができれば引っかからずに上げることができますわな。というのはね、まあ皆さん頭では分かってると思うんですよ。ただこのアップピッキングをするときって、もうアップだけで使うというより、こうダウンアップダウンアップってやるたんびに、ダウンはできるけどアップにするのにそうやって形を変えられないみたいな、そういう感じになってると思うんですね。つまりオルタネイトをするときにちょっと難しくなっているということだと思います。この切り替えが難しいんですよね。ということで、はい、お待たせしました。アップピッキングのコツは、つまりは手首の力を抜くことっていうのと、あとまあイメージなんですけど、第一関節から引っ張って引くっていう、そういう感じですね。で、この手首の力を抜くっていうお話なんですけど、先日別の動画を上げました。コードストロークをするための右手の3つのコツっていうやつなんですけども、そっちでもその大事さについては散々お話ししてるので、もしまだちょっとよくわかんないなって方は、そちらを一旦先にご覧ください。で、この手首の力を抜くっていうのは、まさにアップピッキングの時に重要になってきてて、ダウンとアップって最適な手首の形が違うんですよ。まあそれはそうだよね。そのピックを当てる角度がこう変えたいわけだから、ピックだけ先っちょを変えるというより手首でこうやって変えてるよね。それはなんとなくわかると。ただとはいえ、こんな速さで手首をあっち向けたりこっち向けたりしてるのかっつうと、そんなわけはないんですよ。手首っていうのは本来疲れないんですよ、全く。じゃあどうしてるかっつうと、肘を動かして、その反動で手首が動いちゃってるっていう感じなんですね。ところで皆さん、最近手を洗ってますか？まあこれさっきの動画でも散々言ったんですけども、手を洗った後って、まあいきなりタオルで拭くというより一旦水切りしません？すると思うんですけど、それの時って、まあ、手から先、手首から先しか濡れてなくて、そこの水を飛ばしたいだけなのに、よく考えたら結構肘から動かしてませんか？ですよね。本当に手首から先だけだからって、こうやって水切ってる人ってあんまいないんじゃないかなっていうか、これ疲れますよね。なので、肘からこうやって動かしてると思います。これですよ。手から先の水を吹っ飛ばしたいだけなのに、肘から動かしてる。肘の反動で手首を振っている。これをギターにも応用しましょう。だからまあ水切りするじゃないですか。で、これピッキングするじゃないですか。こう一緒なんですよね。こうやって降りてって、まあ水切りって上げながら切ることあんまりないので、次をもう一回振るために、こうやってまた肘上がってきて、で、こうやって下げて、シュッてこうなるじゃないですか。これって下がってる時はスローで見るとこうなってて、上がる時はこうなってますよね。よく見たら、行きと帰りで手首の角度というか形違うんですよね。これを、こうやるわけですね。もう同じっすよ、もう。簡単ですね。いや、まあ簡単ですねと言ってもね、まだちょっとそんなすぐにはできるようにならないと思うので、一応こうスローで、まあ何度も水切りやってみて、あ、こうなってんな、こうなってんなって見ていただきたいんですけど、まあもう一つのコツとして、イメージなんですけど、第一関節の方に引っ張るっていうイメージも少しありだと思います。まあこれちょっとよくわかんないと思うんですけど、ピッキングの時に本当にピックの先でここ当ててやるぜってなるというより、第一関節から引っ張ってって、その先っちょはついてくるぐらいがいいかなと思ってます。だから第一関節、親指と第一関節ここと、人差し指の第一関節ここ。ダウンの時は人差し指の第一関節をこっちに引っ張って、アップの時は親指の第一関節をこっちに引っ張ると。こういう感じですね。ピックの先で当ててやるぞというより、まあ、手首がなんとなく触れたなっていうので、力は絶対入れちゃダメですよ。で、第一関節の方にこうやって動いていくっていうのがいいんじゃないかなと思います。で、もう一回言うけど、第一関節かと思って第一関節尖らしてギューンこっちに引っ張ってやるぜみたいな、こうそこに力を入れるのはまた絶対にダメです。あくまで肘から動かす、手首はそれと一緒に動いてしまう、
指はそんな動かない。これでアップピッキングはマスターできると思います。もう一回言います。力は入れるな。って感じで今回は以上になります。アップピッキングのコツでした。ちなみに次の動画は素人っぽいストロークとギタリストのストロークの違いについてお話をしたいと思います。また僕の YouTube チャンネルではこうやって初心者ギタリストさんに向けた動画をいっぱい投稿してますので、よかったらチャンネル登録していただいて、そちら動画を片っ端から見て一緒に練習してくれたら嬉しいです。それでは最後まで見てくれてどうもありがとう。ハゲルでした。じゃあね。